ところにやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、先日、タワー更新されました。今日は20周、行きたいと思います。では、今シーズンはいいのが出るのでしょうか。1個前のシーズンは1個も出ませんでした。では、頑張ります。一発目。下は、まあ、悪くはないけどね。衝撃波だ。やっぱり衝撃波だ。今シーズンもこれに悩まされるか。衝撃波旋風が黄金にはつかなくていいよ。リフレッシュ1。こっちは無限か。いりません。次。2回目。まあ、心奪うものぐらいか。やっぱり、なんだろうな。黄金につきやすいってもう本当にね、決まってんのよね。火炎フォーカスと、あと、ソウルフォーカスと、無謀よ。その3つがやたらつくもんね。なんなのこれ。で、武器には、旋風と衝撃波ね。どう？輝き2、中途半端。よろしくない。よろしくないよ。次は、おお、いいぞ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 。ものはいい。でもまあ、ダイナモだけ。ダメです。どう？よくない。黄金何？ソウルフォーカスじゃないよね。毒フォーカス。いらねえ。いらない。横は？お、アンチャさん。使えなくはないけど、いやー、アンチャンティングあるならば、一番左は爆発じゃちょっと微妙なんだよね。火力が欲しい。アーティファクトシナジーが欲しかったかな。それで当たりだったね。アーティファクトシナジーのリフレッシュ、追い打ちか。惜しい惜しい惜しい。いいよ、こんな感じでいこう。どお、いいんじゃない、いいんじゃない。また骨コンボ起きたよ。まあバトルスタッフは良くないけどね。これはよろしくない。でもアーティファクトは、アーティファクトじゃない、エンチャントはアーティファクトシナジーついてていい感じかもしんないね。骨コンボ、あ、出た出た、旋風。旋風だよ。よろしくないな。次。どう？防護1か。微妙。はい、次いきます。はい、おお、またまた、おお。今日はちょっと骨コンボを出しちゃうぞっていう日か。いいんじゃない？まあ、クールダウンショット。あるけども、あとがダメ。まあ、これはもちろんダメですね。骨コンボ3回目。何が来る？リフレッシュがない。リフレッシュがない。下もね、一番左以外はいいかな。痛みと、クリティカル？いいよね。で、虚無はまあ1でもいいから、一番左に、リフレッシュが欲しかった。惜しい。どうだ、おお、来たー、勇者が来た。今日物がいいね。本当に物がいい。はいはい、まあまあ、この辺はね。いいとしよう。いいんだよ。中途半端なやつがついても。ただ、ポーションバリアとクールダウン、それだけ。欲しいのはそれだけ。どう？ダメか。ダメなのか。まあ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 、シナジーついてるけど、よくないね。黄金もね、毒フォーカス3でね、いいんだろうけどさ、ダメです。次。どうだ、これはよくないな。小玉よろしくない。狐、あ、ポーションバリアついた。
でもポーションバリアとクールダウン一緒につくの超レアなんだよね。はい、旋風1、ダメ。そろそろ、おーおーっとっとっと、槍が来たよ。槍いい感じ。黄金に重力ついて、1でもいい。黄金重力がいい。どう？火属性か。下は悪くないんだよ。下はいい。リフレッシュ、重力、ダイナモ。あ、まあ、槍にダイナモは微妙か。よろしくないか。次だな。うん、今日やっぱ物はいい。ほんと物はいいよ。お願い、そろそろ。ダメだ。最後の叫びもね、黄金につきがちだよね。最後の叫びもつきがち。しかも1。最後の叫びはね、まあ、使えなくはないんだけど、ちょっと微妙なんだよね。お？あ、いや、ダメ。クリティカル3がついてていいかなと思ったけど、回復手段が、輝きじゃないんだよ、トゥルースシーカーはさ。はい、頑張っていこう。どうだ？ 10 回目です、これ。よくない。回復手段がない。いや、もう全部ダメ、全部ダメだわ。あ、でもこれ、使え、いや、違うな。うん。双剣のエンチャントとしてはよろしくないね。双剣じゃないわ。片手剣だったらこれ強いかもしれないけどね。はい、ダメですね。では、次、後半戦入りますね。後半戦では頼みますよ。出た！出たー！火炎フォーカス1。つきがちなやつね。もうこれがつくとがっかり。まあまあ、使えなくはないというか、まあ、双剣としては、結構理想的なやつかな。輝きさん。あ、いや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 、違うわ。理想的じゃない。リフレッシュがついてる。リフレッシュは、あんまり向いてないかな。よろしくないです。こっち。出た。衝撃波1。よくありませんね。下はなんかいい感じなんだけどね。次です。次は、亀。でもついてない。あ、重力ハンマーちょっと欲しいんだよな。いや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 、同じところに2つついてるね。同じところ2つついちゃダメだよ。まあまあ、小玉よりも、バーストゲルボーなんだよな。あっちの方がいいもんね。重力。いいね。どう？惜しい。いや、使えるか。もともと重力ついてるから、すごく使いやすいよね。で、黄金で、虚無。で、リフレッシュ、真ん中かな。一番右もね、アーティファクトシナジーついてて、強いのよ。真ん中を、そうね、まあ、爆発つければ、悪くないか。あ、悪くないよね。そうか。重力で吸って、そっから爆発だから、ダメージを与えやすいかな。いや、でもね、できれば火力が欲しかったかな。ダイナモ。真ん中にダイナモがあれば、結構強かったかもしんないね。キープです。今度は、星夜久しぶり見たな。クリティカル2か。15% か、確率。悪くはないか。でもな、重力いらないんだよね。重力はいらない。虚無かリフレッシュを真ん中にしてくれれば、面白かったかもね。凶暴化がついてるんで、星夜の凶暴化はまだ使ったことなくって、強いらしいんだよね。いや、惜しいな、惜しい。
今日なんか結構惜しいの出ない？本当に。ああ、衝撃波3。どう？ああ、旋風2だよ。旋風2だよ。よくないね。はい、じゃあ次頑張りましょう。はい、お、指名具。指名具。まあこれは、惜しいところだな。うん、輝きは1だし、一番右が、ちょっと微妙かな。左と真ん中は重力とアイテムボーナスでそこそこ面白そうだけどね。指名具。どう？虚無1か。旋風衝撃波がついてて面白いけど、それつけるとちょっと回復がね、つかないんだよね。となると、輝きを一番右でつけて、旋風、追い打ちかな？追い打ち、虚無。そこそこは使えそうな気がするけどね。いや、今持ってるやつの方がいいか。はい。ダメですね。次。どうだ？お、重力。やっぱり今日ね、いいの出やすいね。いいのがほんと出る気がする。重力。あー、リフレッシュ1がついてる。アウト。下は良かったよ。アンチャンティング、クリティカル、虚無。あー、悪くないよ。でも、リフレッシュ1か。これはちょっと使いにくい。次。どうだ？良くない。こっちも良くない。ポーションバリアがつかないね。おー、よろしくないな。どう？あー、これも良くないな。良くない。もちろん、良くないね。よろしくない、よろしくない。はい。では、残り3周です。頑張ろう。どうでしょうか。よくないな。ゴーストキンドラーは欲しいよ。欲しい。どう？何もついてない。いやいや、あのね、マルチロール良かったのよ。マルチロールはいい。黄金すごくいいんだけど、下がな、何もついてないっていうのがね、よろしくねえなー。これももちろん良くない。あと2回ですね。どうだ？わー、良くない。もう最後の最後が良くないよ。うわー、全然ダメ。ラストです。これがラスト。おー、弓はいいの来たよ。弓はいいの来た。いや、物はほんとね、今回の20周悪くなかったと思うよ。エンチャは別としてね。バースト。よくないな。よくない。うん、一つもついてない。あ、いやいや。虚無はついてるか。でもそんぐらいだ。どうだ？いやー、よろしくない。やっぱりエンチャにね、恵まれませんね。もう1ヶ月ぐらい。最高のやつが一個も出てない状態ですけども。まあ、今シーズンはもうちょっと回ってね、出していきたいと思います。はい、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。